より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。うるま市の浜比嘉島、地元綾橋小学校の6年生が身近な海の環境問題を調査中です。そう、砂落ちるまでずっと落とす。まだ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 。砂を越して探しているのはマイクロプラスチック。とても小さなプラスチックの破片です。海に捨てられたプラスチックゴミは紫外線や波の力で砕かれ、やがてマイクロプラスチックになります。有害物質が含まれていることもあり、これを餌と間違えて魚が食べてしまい、さらに食物連鎖で人間への影響も懸念されています。ここに残ったものをトレーに入れて水をかける。ザルでこした砂に水をかけるとプラスチックが浮いてきました。なんか上がってきた。きれいに見える島の砂浜にも環境問題が隠れていることを実感したようです。ここにも流れ着いてるんだなと思ってちょっとびっくりしてますね。海のゴミとかを減らしていった方がいいのかなって思いました。4つの島の子どもたちが通う綾橋小学校、身近な環境から SDGs を考えてほしいと願っています。子どもたちに環境問題に少しでも意識を傾けてもらって、自分たちの地域に目を向けて、自分たちにできることは何かということを考えたり、その考えたことを実際に行動して、そして周りに波及していったらなと、それが今回の授業の狙いでもあって、僕の思いでもあります。